全く吸えないです。酸素が入ってこないです。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店のうがです。やってますか。おー、全日本剣道連盟の面マスクの発表から3日経ちました。まあ、その件に関してはね、いろんなご意見があると思います。今日の動画はこの面マスクの息苦しさの人体実験になります。僕自身でやります。こればっかりはもうね、頭で考えても分かんないです。どのぐらい息苦しいのか、まあ、正直ね、この面マスクが息苦しいっていうのは全県連の先生方ももう絶対分かってるんですよ。もう今まさにそういうね、意見が飛び交ってるはず。まあ、だからといってね、この面マスク見た瞬間ね、あ、無理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 っていう、こう思考停止しちゃう、まあ、その気持ちも分かるんだけど、まあ、今回の全県連の決定ね、それを尊重しますし、発表の通りに面マスクシールドつけて再開しようっていう先生方もいらっしゃるんです。なんとか安全に再開したい、その気持ちはもう皆さん一緒だと思ってます。今回もぜひね、動画をご覧いただいたコメント、ご意見あればどんどん書き込んでください。でもほら、もう見てこの汗、もう話してるだけで汗がいっぱい出てくるんだけど、今どういうところで撮影してるかっていうと、近所の武道館を僕一人で借り切ってます。誰も周りいないです。そして窓は、上の大きい窓はみんな閉め切ってます。そして下の通気口っていうのかな、これぐらいの高さの足元の窓ね、これはみんな開けてます。これやっぱコロナ対策なんで、みんな開けた状態で撮影してます。温度はですね、今31.9 度、湿度が 34%、 午後の2時26分です。まあ、たまたまね、31度2度ぐらいだったら実際ある温度だと思いますので、この中で実験していきたいと思います。やばい、汗が止まんないわ。ちょっと待って、お水休憩。それで実験の方法なんですけども、この暑い体育館の中で素振り50本ずつ行って、息苦しさの判定をお伝えしていただければと思います。レベル0、準備運動ということで、面マスクをまずこれだけ、面マスクだけつけます。まだ面つけないです。お、あ、でもね、息が抜けてる、ここ抜けてる、横は抜けないか、わかんないな。じゃあ行きます。はい、構えて、上下素振り50本、始め。50、あ、なるほど、汗息吸った時にここが結構くっついちゃうけど、まあやれなくないです。あ、こここうやって触ってみたら、めっちゃ熱い空気が降りてる。うん、やっぱ空気こっち下に抜けるからいいってことなんだね。じゃあ次、レベル1、ここからレベル1です。レベル1は、面とシールドのみなります。一回これ外しますね。シールドつけますね、これね、こっち向きに、はいはい、つきました。久しぶりだな、面つけるの。ああ、なるほど、息が抜けていかない感じはあるけど、口元には何もついてないので、これはこれでまだマシです。正面素振り50本、始め。この面シールド、今僕はね、この下半分、口元しかつけてないですけども、口元だけだとしても息が抜けずにこもるような感じはやっぱりあります。だけどこれちょっと離れてるじゃない、シールドって、ここに何もくっついてないので、それはそれ、まあできなくもないかな。案外ここの口元の熱気っていうのは、ここからね、すぐに抜けるのかと思ったら、そんな感じでもなかったです。これ下だけのシールドで、これだから全面したらどうなのかな、だいぶ苦しいんじゃないかなって思いながら、ちょっと今やりました。じゃあレベル2は、今やった面シールドにいよいよ面マスクをつけていきます。正面素振り50本、始め。これが口にはくっついてるんだけど、息が抜けないかって言ったら抜けなくもはないと。ただそこで次の実験なんですよね。これが湿ってきたらどうなるか。
大丈夫かな。これはもう稽古して汗がかかってきたと思ってください。霧吹きね。んこの辺か。これがちょっと待って、ちょっと休憩。正面勝利50本始め。濡らした面マスクですけども、これやっぱりね、最初はいけるかなと思ったんだけど無理、途中から息がやっぱり抜けにくくなりました。この前とかだけじゃなくて、この周りから抜けていく感覚が全然なくて重たい感じになりました。で実際なんか20本ぐらい振ったらもうなんか集中できなくて、これは濡れたらもうやめた方がいいと思います。じゃあ次はレベル4ですね。レベル4はこの医療用のサージカルマスクってですね、これはおすすめしてないです。ないけどやったらどうなるかっていうのをやりますね。みんなやらないでくださいね。このマスクは全経年からも使っちゃダメということになってます。理由は密着度が高すぎるから。これ息できないわ、もうこれダメダメ、やめた方がいい絶対。正面装備50本始め。いろいろのマスクは絶対やめた方がいいです。絶対やめた方がいい。もう さっきの濡れた面マスクの方が10倍マシ。これはしんどい。もうね、やる前からこの本当密着度が高いっていうのはこういうことで、もうペコペコしてるのね、これ息に合わせてってなってて、もうすべての息をここからじゃないと吸えない感じで、これは絶対 100% やめた方がいいです。ちょっと待って、お水休憩いるよこれ。いや勉強になったなこれは。じゃあ最後レベル5はずっと使ってるってことで、これを濡らしていきますね。これはやばいんじゃないか。チュッ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 。正面振り50本始め。無理、マジで無理。最初はいけると思ったんだけど、この濡れたマスクがこれくっつき出したらもうアウト。全く吸えないです。酸素が入ってこないです。もう何本、30本35本6本ぐらいでもう終わりましたけど、おー無理って思いました。もうそのダメって思う前にもう集中力は切れてるんで、もうそっからもうやる意味ないと思います。うん、ダメダメ。濡れた医療用のマスクはもう絶対ダメ。もう危ないもん、危ない。暑いぜ暑いぜ。ちょっと待って、お水。というわけで、たった素振り50本でさえこれ、まあ、さっきの医療用のマスクは問題外だけど、面マスクとかシールドとかつけてこれまでと同じように稽古ができないっていうのは分かりました。少なくとも分かった。これからでもっともっと気温が上がっていくので、それこそ熱中症とか酸欠ね、これ本当気をつけてやってください。最後にね、隠れ熱中症っていう話がありまして、これは隠れ脱水委員会っていうところの副委員長、済生会横浜東部病院の谷口秀樹医師が、ホームページに書かれてたんですけど、このマスクとかをつけるとこの中がね、汗と湿気でこう湿度が上がるんだって。ということは喉が渇いたことにね、気がつかないんだって。ここが潤ってるから、これを隠れ脱水って言います。そして麺なんかつけてると余計にこれをいちいち外して外してストローで水飲むっていうのもめんどくさいじゃない。だから余計に剣道の場合は脱水症状に気がつきにくいそうです。ぜひ気をつけてやってください。以上が麺マスク本当に苦しいかどうかやってみたの動画になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。うわー苦しい、熱い。
まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。